ほら、僕って、さっきの人は左上に、もう、リア橋があるって言っても聞かないんだから。リア橋があるから、釣り切んなきゃいけねえよって言っても聞かないから、全然。朝が来ました。昨夜は誰さっきもの死にゲーまムせんね、でし前た。の7番が、6って隠し城だったじゃないか、6の騎士は。そこのロー追わないから。9番ローが追うわのけねえプから、レイまずヤ基ーは本的に。発そん言なしおてかくしだな発さ言い。しないから、ローが。はい、お願いします。例えばね。まあいいや。うん、まあ、ゲームそうでしましすょうか。ね。まあ基本的に議論して、無理まあだなよんね。か人外要素とかを、実力ないやつってリまあア強ま提で示追していえきなたいいんとだ思よ、うんですもけど、要う。素こだれし、すごいでしょ？この人リア強は、まで追って。例えば4番さんが3番人外視するんだったら、この人にして向かないのがおかしいとか、驚くそういうも要使素とい物か取っにてなきんたないいとプ思うんレイでヤーすズけゲームど、するともまあなんか、う。マジで驚くだからもといって客観要素しか見つからないがあんまり提出できないときって、まあ主観要素でもいいから出してほう。しい本当なにと思負いけまると思す。って負けるって恐まあ客ろ観しい要素よの方がね。説得性があって優れてるんですけど、なんかその人の個性とか目っぽさとか思ってることも出すことも重要だと思ってて、まあ別に100%のそのいい要素だけを出して、なんかそれが通ればいいんですけど、現実はそうもうまくいかないので、まあ、ちゃんと、まあ、主観要素、客観要素も両方出して、まあ、ムラムラらしくこれさっき頑の張っていゲーきムましょね、う。狼が、もう一枚の1狼が番自爆したから、新の境プ盤レ面、つイまりヤー9は、のリア強あっ発たって言ことしてをく俺だは言っさてい。たもん、聞はい、かないよろもしんくおね。願いしこれますごいでしょ。占い師です。ランダム7番さんが白と出ました。スタイルプレイヤーまあ、ってのは9番もさんは、そうだな。う、当たり前なまあ、んです視わ。点が向かない。この人の発言かと、ただ、あ、もここに視点が向かないことが、9番さんのう、検査中ででき人ない外要やつっ素てにいなうるののははもうやめ論た方外がいい。だから、あれも蹴られて当然だよ、違和もう。感でしかないから。まあ、そんぐらいかな、9番さんは。まあ、2周目ですね。そんぐらいですね。ああ、まあ、基本的に安1定策番しか取れのないやつ占ってもうリいア強懸先念にもでき関なしいてからは、ね。明らかに変なやつそうが、だな、変なまあ、出方一して長る場くなっ合は、リちゃうア強傾向追うのががある鉄ん則だで、から、勝負の。はい。よろしくお願いわしかますね、る？岸さんとか。もう決め打ちに入んないと無よろ理しくおよ。願いします。明らかに変な場合2ね。番のプレイそヤーれをは、ね、やれないやつ発がいれ言ばして負くけだる。さい。なんか一番さ、ぬるりと出てきたね、占いね。で、ぬるりとしたなんか発言で。結構弱いかなと思ってますけど、一番さ。なんで出たんだろうね。9番はなんか、ムラムラらしくしろ、みたいな感じだけどさ。そんな無理じゃない？9番さん、ムラなの？ムラはムラらしくしろって。ムラじゃないみたいだね、9番さん。そうだよね。村は村らしくしろって。もう村じゃないですよね、9番さ村でさっき霊能語ったやつは同窓拒否ね。ん。一番さ、9永久番的に。さあれ、声はわかるん、なんから。と思わないの？かなり厳しいかなって思ってますね、一番9番は。以上です。3番のプレイヤーは発言発して言くしだてくさだい。さい。いや、僕はそうは思わなかったですけどね。9さっ番きがのなん使いか物そのなかった騎士と村の、はなん蹴ていうるか、くら発い言で、で取れればいいです文け句言ってど、蹴るぐまあ、らいで済そうむはみいたいかな。ないっていう、まあ、そんな簡単なゲームじゃないっていうことで、もう僕ももちろんそうだと思いますし、なんていうんですかね、発言だけで一周目いざとまあ、取れるかって言ったらそうでもないと思うんで、まあ主観、発言取れなかったら主観要素も入れてって、自分の色を落とすことで、広報1、2にその考察を伸ばすっていう意味でも必要なのかなと思ったんで、その9番さんの思考の、なんていうんですかね、巡り方みたいなのは僕は伝わってきたんで、それはなんかす1ごがい7村城人っぽいって言ったなよと思ね。いました。なんで9番さん印象いいですけどね。1番さんが別に弱いっていう要素も伝わんなかったんで、まあ、1番さんは別に2周目なのかなと思ってます。2番さんが印象悪いっていうよりかは9番さんが印象いいです。4番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、2番の9番指摘がちょっと不当っすね。不当っすね。9番は一番最後に、もう話を要約してたけど、客観主観に基づいてしっかりと理由を話すべきだっていう、そこの説明の中に、9番が村だったら村らしくっていう一部分の説明をしてたんだよ。
最後に言った結論の補足をずっと設置してただけなんだけど、ね、簡単なゲームじゃねえが。だからその要素を持って9番が白身になる、白身になるとは言ってないかもしれないけど、印象がいいとこまでになるのかなって3番には思うんですけど、小樽で対局的に見て2番の9番指摘がかなり不当です、ね、いいってことよ。なんか、なんだろう。何も考えずにやってる村なのか、まあ、あの騎士とスムラはいないから、静かにやりましょう。わかんないですね。2番が何もやってるから、まあ、ちょっと不当すぎて、見当もつかないですけど。とりあえず1番の自称占い師が7白出したことだけは理解してます。5番のプレイヤーは発言してください。はい。はい、そうですね。まあ2番は、1周目から出た人が気に入らないんでしょうかね。うん。2番でいいんじゃないですか。うん。怪しい発言してますよね。1番の新世界があります。4番がね、おかしいなと思うのは、それは思っちゃいますよね。死の新世界はないのかなって思いますけど。うん。1周目から出た。なんか話がしんぽい。ぬるっとしてる。俺死んじゃないか逆にって思わないのかな。かけらでも。でも全然そういうふうに思わないってことはね、怪しいですよね。うん。まあ、ね、だから2番が怪しいんじゃないですか。うん。まあ、人外だと思うことは別に自由ですけどね。自由ですよ、人外だと思うのは。うん。ね、でもなんか、ね、おかしいなと思いますよ。以上です。お、まあ適当に言って。6番。のプレイヤーは発言してください。まとまんないわ。私3番が気になっていて、2番って9番に対して、いや、何が無理くないっていうふうに言ってるのかが分かんなくて。いや、分かんなかった。何が無理くないっていうふうに9番に2番が言ったのかが分からないなと思っていて。だから、その、村は村らしくしろっていうのが、もうすでに村だから村らしいじゃないっていうことを2番が言ってるのか、もしくは、その、何が無理くないって言ったのかが分かんないわ。だから2番は2周目でその返答があって次第かなと思っていて、3番は9番が、2番が黒いっていうか9番が印象がいいって言ってて、その時って2番が落ちるんじゃないかなと思ったんだけど、それがそう付随しなかったのはなんでなんだろうなっていう要素がなかったから3番が足りないと思った。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい。村人陣営でした。そうだね。まあ、なんかよくわかんないよ。正直よくわかんない。俺は村は村らしく。なんか村は発言したら村らしくなんじゃないかなと。僕は思ってるけど。まあ、2番さんが村だったら、まあ、そのうち村らしくなるんじゃないかなと。思いながら。なんでしょう。わかりましたね。村らしくって無理でしょっていう村。っていう考えもあるかもしれないじゃん。まあ、多様性ってやつでしょ、今の世の中でいうところ。そうなんでしょう、はい、じゃないでしょうか。別に僕は6番さんと違って、3番さんの2番に対する指摘がなんか変だと。そこまで思わなかったけどな、その言葉の隅々ついてまでそういうことは僕は思いませんでしたと言って。どうぞ。どっから始まったっけ ?8 番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。エンポジの人外陣営の霊能です。お願いします。まあよくわかんないなって感じかな。なんか2番のそのムラムラらしくみたいな話で進んできてるから、ようわからんなって感じはするけど。なんか5番さんは1の芯もあるかもっていう神経をしてあげてる人かなっていう風なところと。でなんだっけ、エンポジの人外陣営の6に関しては、なんか3が足りないって言ってて、なんか主観を出せばっていうふうなところは言ってるけど、まあ対抗出てくるなら出てもらって、あの、安定人口派なんで釣り切ってくださいって言われる人が多いんで、はい。頑張ってください。本当お願いします。嫌気を懸念もできねえような、どうしようもねえ奴らとかいるで。9番のプレイヤーは発言してください。これはもう優れてるから。はい、こんにちは、岸です。はい。潜伏六白。まあ、八番さん、そうか、潜伏なんだ、心境盤面かな、わかんないけど、僕は五番が人外かなと思ってました。五番さんがした行動は、一番に対して、芯もあるんじゃないかっていう行動で、二番に対して叩いていただけで、二番がぬるっと出ていたことに対して、主観で、それは違うだろうっていう行動をして、さらに一番の審査業をしているだけの人物。まあ、部屋村だったら確定狼だろうなと思ってたんで、5番は処刑したいなって僕は思ってました。8番さんに言っておきますと。
ただ僕全然ランテージ片方に5番に入れろとは言わないです。この位置ですし。まあ2番さんに言っておきますけど、まあ村は村らしくっていうのは別に僕は殴られたんじゃないんですけど、確かに村は村らしくってどういうことかって言われて僕考えてたんですけど、確かになんか僕は根拠を言うことを村らしくって言ってるような感じがして、確かに無理っちゃ無理だなって思ったんで、多少気持ちは分かりました。はい。確かに言語化すると難しいですね。られるからね、はい、2番さん、そうですね、と思いました。2番に締めていいと思います。時間ねえしな。流すか。まあ、ただちょっと辛いなと思ってるんで、なんか、辛い感情を出して、人外っぽくなくなろうとしてる人外はあり得ると思ってる。3番の2番視点は別にいいんじゃない？ 6 番に言うと。だって別に3番視点って主観でさ、9番が印象いいけど、2番が主観が合わないだけで、それが 2番の黒要素に匹敵するかって別に人とそれぞれだと思うから、はい。僕は5番が変かなと、僕は1番の評価値入ってるのかなとか思っちゃったりはしてました。8番さんどうでしょうか？その1番でランテージ開けてください。1番のプレイヤーは発言してください。そうだから、はい、よろしくお願いします。あ、5番騎士なんだ。あ、面白そうだから出よう。あ、ただずられるよりはいいでしょ。進路をやってる。6番が人外らしく見えたんよね。なんなら強人に見えた。6から3に対して言ってる指摘が。あ ?3 番は9番印象よく2番が落ち度を作っているから。2番の方が印象悪いって明言していて。6番が2番から9番に対して意味がわからないときに。3番から2番に対して9番の印象いいも6番の方がいいでしょ。まあ、そもそも6指摘って指摘ができないことが言ってんす、ね。俺釣られてもいいでしょ。そう。だから占い師は6番は100%ないな。怒ることはありませんから。なんで熱くなる必要があるんですか？ 5 番9番で騎士騎士でしょ。だって私は、ね、答えが見えていない精査は抜群ですよ。評価を答えが見えてる精査ですか？ってる時1番4番なんで、5番が多めなし。答えが見てないのは、答えが見えてるものはね。4番が何者かであっても1番下だから9番って1番5位しかない。俺釣られていいんですか？別に。このゲーム。そういうことだよね。いいんです。で今日は4番落として9番が1番5位で5番が8番5位でいいんじゃないですかね。そうだよね。2番から1番に言われたことは、ぬるっと出てきたことが1番の人外要素だったり、偽要素になり得る要素であるのであれば、もっと明言してほしいですね、2番が。1番は別に発言家の中で落ち度は作っておらず、2番の中で何かしらの感情だったり、まあ、フィーリングだったりが1番の中に言語化できるのであれば、まあ、それを明言しなきゃダメですね、2番に言うと。はい、かな。まあ、5番が出てくる前までは、まあ、基本的に1番の思考は2番ずり、まあ、5番占い、6番の占い当てないんで、まあ、これで失点が詰まるかなって1番思ってたんですけど。以上ですね。2番のプレイヤーは発言してください。普通に5が偽でしょ。うん、占いはちょっと難しいね。難しすぎるわ。俺言ってることおかしくないって9番さんも認めてるけど、3番4番さんなんて言うの？で、6番さんに言うけど、村は村らしくしろって無理だよって俺言ってんの。自分がね、村引いてるときはわかるけど、自分だけはわかるけど、周りに村らしくされてもさ、あ、この人村だ、村らしいからって思う？やばいでしょ、そんなやついないから。だから9番認めてるから。どうだろうね、これ。今日占い詰めじゃん、普通に、八番さん。季節詰めなんかしちゃダメだよ。間違っても。占い詰めるしかない。4番だと話を聞いて。まあ一番、さ、俺落としたいんだって感じだよね。ああ。微妙だね。3番のプレイヤーは発言してください。まあ多分2番さんと6番さんが、話聞いてないわけじゃないと思うんですけど、勘違いしてるなと思ってるのが、僕別に2番さん否定したわけじゃなくて、聞いてました。2番さんが悪いっていうよりかは、9番さんの印象がいいって、確かに言いましたよね。まあ、聞こえてたはずなんで、でもこの場面になって以上、6人ローは絶対ないんで、なんかおかしいなと思ってるんで、6番に、遅れて白出した4番さんは人狼サイドなのかなって思っちゃいますけどね。ただ6番さんは、悪意的に捉えようとしたのか、本当に聞いてなかったのかよくわかんないんで、まあ、2周目聞いて占いの精査をちゃんとしたいと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。はい。
まあ、一番は強人とかじゃないですか、多分。あ、全く分かんなかったけど、なんか1番が6番のことを怪しく思わない理由が、あ、俺はもちろん6番白なんだけどね、1番が6番のことを追わずに2番3番に白を飛ばしたいみたいな発言って、多分1番が強靭で6黒打ちたいとかそういう考えじゃなくて、2番3番のどっちかに白を打って俺が強靭だよってアピールしたいって発言じゃないかなと思ってますね。はい、まあ一応狼だったら多分6番占いたくないとか6白っぽいとかまで発言しないと思うから、1番。まあ俺は新占い師だからね、なんかみんなの発言聞いてないのかなと思ったんですけど、一番って進路をやってるって、もう一言目からもう出現してるんだけど、誰も拾ってくれないというか、2番さんとかって気にならなかったんですか？ 3 番さんもだけどさ、この盤面って占い攻めで今日必ず1番釣ってもらえる日でしょ。2番3番の中で難しいねとか、1番4番どっちかが偽だってならないですか？合計の審議なんて一生しなくていいんだよ。一生しなくていい。永遠に黒さしとけばいいだけだから。意味が分かんなかったなとちょっと思ってますね。はい。まあ、7番のくさみはちょっとありましたけど、なんか、ちょっと俯瞰視点だったね、この人。なんか、ちょっと一歩引いて、自分の主観でここが黒いとか、ここが白いとか、一切言わずに、ありきたりのところを上辺だけを撫でて、ね、なんか、はっきり物を言わなかったのが7番なんで。まあ、どうかなと思ってますけど。どうかなと思ってますね。まあ、わかんないです。盤面的には1番強靭で合計の狼を走っている可能性があるかなと思ってますけど、2番3番でなんか、2番さんが、ね、9番が言ってたから正しかったでしょ、どう思うんですか、3番さん、4番さんっていうのも、なんかちょっと不当じゃないですかってちょっと思っちゃうんですけどね。5番のプレイヤーは発言してください。はい。騎士ですね。はい。まあ、いきなり2次盤面で出る騎士と誰が知ってるんですかっていう、9番の話をちょっと聞いてましたけども、どっちなんでしょうね、これ。ね、わかんないけど、強靭で騎士炙り出して1か4にローがいるのか。まあ、それだったらね、占いなんですけど、ローで出て、ね、1、4が新居分かってるローだったら9が。またはね、新の進路まであるんで、そう、まだわからないんですけどね。ローが 60% ぐらい、強靭が 40% ぐらいってところですけども。まあ、確定地面なら9番ですけども、占い行くのであればクロスで私が8番を守りますよ。うん。まあ、ヒューマさん。まあ、私は騎士だと思ってしまった。それで私を釣りをしてもね、私は必ずね、新騎士なんで、出ることができます。一応の審議難しいですけどもね。うん。確かに、クロスすれば答え出ますよ。まあ、9番が破綻しますから、必ず。はい。6番のプレイヤーは発言してください。確か8番例のに5番って叩かれてなかった？ 5 番の位置だったら出なきゃいけないと思っていて、9番の位置だったら別にそんな黒いっていう風に誰が触れていたわけでもないから出なくてもいい位置かなと思っているから、9進5が偽なんじゃないかっていう仮定から、別にこれってグレーとかグレー進行もありだし、5を釣る進行もありだよね。だから私は占いの結果が大事だと思っているから、占い残しの子釣りかなって思うけど、普通だったらと思っていて、なんか誰も、ね、誰も私の発言をちゃんと聞いてくれていないんだけど、3番っていうのは、9番が印象がいいっていうふうに言っていて、2番には別に触れていなかった。それは9番は拾ってたね。だから私が聞いてるのって、2番って落ちるんじゃないのって、印象が落ちるんじゃないのって、落ちないんだったらその要素ってあるんじゃないのっていうふうに3番に飛ばしている人物だから、3番は全然聞いてなかったよ。かつ7番も聞いてなかったよ。3番は2番に叩きを入れているというか、なんだったっけ、なんか怪しみを持っていっているみたいな話、表現をしてたんだけど、7番も怪しみを持っていっていないから私は不思議だなっていうふうに言ってるんだよ。絶対こいつミスると思ったらね。9番の印象が上がった時って2番が落ちるんじゃないかなって、連動するものなんじゃないかなって思ったから、それきっとそうならなかった、その主観の理由があるはずだから、それを落としてくれないと私分かんなかったなって思った。そもそも3番は6番の話聞けてないからねと思いました。5番落としでいいんじゃないか。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、5落としにはなるの？なるの？ならない、ならないよね。ならないよね。まあ、8番さんが最終的に決定するんだけど、4番に俯瞰みたいな感じに言われたけど、別に僕は俯瞰してるわけじゃなくて、2番が、6番がさ、俺は2番に対して、まあなんか、何が村らしくみたいな感じで言ってたじゃん。6番って2番に対して何が村らしくみたいな。
そこをなんか暗算してほしいみたいな感じで言ってたから、まあ、6番って、あ、なんだろう、その、なんつうの、3番、そこが分かってないけど、なんか3番に対して言ってるから、まあなんか、あ、まあなんかそれって結局、そこまで続くのに、なんかその9番のその村らしくみたいな発言聞けてないのに、そこまで続くのが分からないってだけで。まあ別にそういう理由だったら俺は通る。納得した。納得しちゃったよ。今日は占い落としなんじゃないかな、普通に。1番が、その、進路あるんじゃないみたいな感じで言ってから、進路あんま考えられないけど、あるのかな。まあ、新進プレイヤー広い。別に5番さんの出方は普通だと思うよ。普通か。中盤の話から聞いて出るのも、まあ別にいいと思う。新プレイヤー広いじゃん、まあそんなね。カリカリね。いませんよ。あと人狼プレイヤーはね、絶望しますから。私は誰かに、ね。そう、一番のさ、占い先がさ、楽しませるためにやってるだけだ、ね。あ、何でもしてくれていいんだけど、本当は。7番、1番の占い先は7、な占い先違う。1は7白、4は6白。下に8番だけど、ね、もういいでしょ。はい、直すのめんどくさいし。で、今回は1、4の乱です。5番は8を守ってください。完璧ですよ。9番さんは、私はね、残った占い師を守ってください。ね、なんかそこで鉄板とかやるのはやめてください。女性プレイヤーは守る男ですけど、あとは、あじまさんって男性ですよね。グレーわかんないっす。おぉって言っちゃったけど、あじまさん、まあ、木間さんが2番を飲んでるっていうのと、あとなかったっけ。いいですね。忘れました。けど、まあ、護衛はそういう風で占い、まあちょっと審議難しすぎるけどお願いします。4番に連れてる日本で泣いちゃう姿見ちゃいますか。投票を始めてください。私じゃありません。何かの間違いです。まあ41で8番でいいっすよ。ヒロちゃん別に8番でいいっすよ。戦う男8番でいいっすよ。4番。のプレイヤーが選ばれました。取られて当然でしょう。人気投票ですからね。四番。泣いちゃうね。のプレイヤーは発言してください。いやね、ふざけんなよマジで。プレイヤーって信じらんねえから。いやこれもう終わりじゃない多分。信じしかないだろまず。ということで八番。五番いや合計だったら5番の方が偽だと思うよさすがにあの出方もそうだし。明らかにヘイトが溜まってきてから出てきた感じはあったから5番が偽だったとしても8番噛まれてもう終わりじゃない正解が分かんないんだから村の中で、うん、大丈夫だよ5番9番が破綻して5番9番の精査必要なくなったとしても237の本当の答えが分からない状態なんだから分かんないでしょ死んでしょいや、1釣れるだろう。そもそも1番目線で、なんか6番、占いませんっていう6番の、 あの発言が1番目線では占う必要がないと思ったからっていう理由、飲めたやつ、いたのマジで。驚きだよね。やばすぎだよ、これ。やばいよ。絶対絶命じゃん。いやーもうダメだわーもうよ信じらんねえわーもうよ黙って8カメ釣ればよ別なとこ噛みたいってよこういうのやる気なくなってくんだよなまずよ髪が大切だからそこ行けたらそこにしろよ不満でもよ朝が来ましたいやーもう昨夜は誰も死にませんでしたもう、生かすしかねえじゃん。7番。
のプレイヤーは発言してください。俺から白日本白八グッジョブで1号へ、あーそっかそっかクロスか三クロか。いやーもうだからカメつってんのによ、もうもういいんじゃない、もう勝手にしろよ、もう疲れたわ。三クロ1点は神道神教で、4番が強人確定して、狩りに狼がいて、三が狼で、五、急にいる形か。あ、そう、昨日、一番に落としたこと、あ、一番がさ、なんか五番占う予定だったみたいな。五番を占う予定で、まあ、なんかどっか落とすみたいな。本当はみたいな感じに言ってたじゃん。二番目かになる前は。だから、5番のことは真っ当位置なんだなって、1番さんに関しては、ちょっと思ってて。まあ、そうなった時って、あれだね。なんだっけ。2番に対して、初日に、なんか、1周目の時点で、あれ、1番さんが2周目の時点で言ってたから、5番さんのこと真っ当位置だと思ってたら、2番さんが次に怪しくなるんじゃないかって思ってたんだけど、まあ、結局なんか3番占いなんだなって思いました。はい。やる気なくなってきたもんな。8番のプレイヤーは発言してください。ごめん、頭が回ってないから、6が最終ポジションになるから、変なこと言ってたら6が修正して直してもらえばいい。多分9は、あ、いいのか、6隠しろだから9が自分守ってもらえばいいんだ。で、5は6守りゃいいんじゃない、違う？で、申し訳ないけど、1は、行ってもらう。で、白だったら、新居だったんだねっていう風で、話を進めればいいのかなっていう風で。あとは騎士が破綻するかどうかっていう風かなとは思うけど、違うのかな？ 3 番でいいんじゃない？うん、もうどうせいいんじゃない、もう一心決めたんだから。うん。なんでいいじゃん。だよね。で、3の何しろ。何か。なんでいいじゃん、もう。何言ったらいいじゃん、もう。合ってる？何言って早い終わらせよ、もう。5級で狼が走ってて、偽装グッジョブみたいなことされてたらよくわかんないけど。1番が何しろよ。はい。6番さん、ちょっと間違ってたら。4しろ？ああ、頭痛えよ。やんなきゃよかったなよ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、ああ、僕6番さんのスメラだと思ってるんですけど、8番さん、ちゃんとクロス護衛、僕が8番護衛なんで、今日1番釣りで色見るんでしょ？で、明日8番さん生きてられるんで、6番、5番に6番への護衛指示あげてくださいね。で、8番が、今日って1番一本指定だから全員1番に投票するんで、8番が、5番が6番への護衛指示を飲むんだったら、8番は6投票して、8番さんいいね。もう一回言うよ。6番は確定白の位置になりました。で、僕は神道神路じゃないと思ってるから、6番が確定白を飲めるんだったら、8番は6番へ、5番への6番へ、5番が6番への護衛指示を出すべきです。8番さん、クロス護衛で。わかります？ 6 番確定白なんで。で、灰に狼やる場合って視点詰めした方が絶対強いんで、6番に護衛させてください、8番さん。この護衛指示を飲んだんだったら、8番は6番にね、護衛寄せてね。で、1番一本してね、今日。色見りゃいいんだから、盤面わかるんだから。その進行でしょ？いいね、8番さん。で、灰は全員一番釣りね。OK。一番マシンだったら自分に投票してね。その場面作った方が強いんだから。で、まあ一番さんに昨日入れた理由なんですけど、7番さんが黒いからです。7番さんの残した言論って5番が9番の発言後に出てもいいっていう、まあそもそもそこに理由がないことで、占い説は難しいしかほとんど残してないんで、普通に黒いから7番の色を見てほしいと思ったから一番に投票しました。で、5番、で、そもそも、8番さん、5番の偽に気づけないんだったら、まあ、5番って、そもそも、この位置で出てもいいだろう、出る必要ない、占い精査分からないしか言ってない人物ですよ。それが騎士としての役割を果たしてるんだと、本当に思うんですか、8番は。まあ、いいや。今日は1番釣りで1番の色見て、クロス越えで5番に6番回らせてください。いいっすね、8番さん。1番
のプレイヤーは発言してください。はい、3球ローで見てます。理由に関しては9番の思考の中で5番が1番の評価石を当てているときに7番が黒いときって7番強靭、4番5番ロールを9番の思考で巡らせられるから1番4番で落とし1は4番しかないこと、9番の思考の中で。9番が5番から1番に対してその思考を落としたときに今日の釣り位置は3番でもいいはずだから1番の色を見る必要性がないですね。9番の中で。3球ローで現状か見てます。まあ、昨日の1番の視点が一番クリアだったと思ってます。まあ、7番は納得できないみたいだからもう一回言うんだけど、1番が提示したのはあの盤面下だったら2番落とし、5番が出てくる前ね、9番が出てきた、8番、9番、4番がいる中で、2番落とし、5番占い、6番は興味しか感じられないって発言かね。6から3に当てられる生産。1番の占い値は現状が3番しかないですね。普通にクリアだと思うけどな。かなり視点が詰まるって言ってるんですね。1番の思考って、2番落として5番占いで5番白引いたときって、まあ、5番、6番どちらか強靭って7番もそうだけど、狼1って3番しかなくなるから、はいね。だいぶクリアな発言家ですよ、1番は。仮に9番に言うけど、1番が、ね、8番の色結果を1番白見させて、5番、9番で対比したとき、ね、狼1はじゃあどこになるのかって考察を落とした方がいいですよ。1番確定で白なんでね。9番が死んで勝ち筋があるときは3番の黒を見せることですよ。以上。2番のプレイヤーは発言してください。まず1番は失言をしていない。ね。新郎かって別に全然失言じゃないから4番さんね。4が死んがないんだよ。間違いなく。1番決め打ちでしょ、こんなの。4番さんが言った言葉覚えてますか皆さん。1番が6強靭あるかもしれないです。2、3。占いたいって。できれば2落としがいいって言ってたんだよね。その時って1番さんが強靭だった場合は、6番強靭なんて置かないんですよね。わかるかな？だから4番が1強靭で置く視点がもうバグってんすよ。100% 4に正社こんなの。ちゃんと話聞いてます ?7、8って。ありえないでしょ ?4 の視点で1番が強靭って。人狼しかないでしょ。どうすんの一番強靭がさ、6強靭で置いて、何2、3にさ、色飛ばして3黒打つのありえないでしょ。狼でしょ明らか。ね狼じゃないってことはもう真なんですよ。もう4番が出現しすぎて、やばいですね。ちゃんと聞いてますか ?9 番さんとか。9番だけですよ、1番入れてるの。9番のシーンないでしょ ?5 番偽かと思ったっすけど、出方がね。やっぱ出方じゃないっすね。やっぱ発言ですね。はい、1決め打ち、どう考えても、はい。3つってもいいし、3級のなんでしょこんなの。文句あるやついないでしょ悪いけど。全員で4落としてんだからさ。4なんか出現しかしてないからね。何 ?1 強靭って。絶対にありえない。俺が4の1でいたら。100で4は出現してると思ってるから。1決め打ちね。3球ラン。3番のプレイヤーは発言してください。いや、もう決め打ちはそもそもおかしくて、1番さん偽なんですよね。で、なんか、すっごいもう6番さんが不愉快すぎて、なんか2番のなんたらかんたらみたいな、別に上げる必要性なんてないじゃないですか。じゃあ、あなたが いろいろ上げれば3番に固執しすぎてますけど、もうちょっともうそれがちょっと気持ち悪すぎて、まああと、まあ4番さん、まあ出方的には確かに5番さん2世で追ってたんで、まあ、いいんじゃないかなとか思ったんですけど、9さんって見えるんですかね。まあ確かになんか急に9番さんが、なんか3みたいなこと言い出したんで、なんか9番が辿られてますけど、全然そんなことなくて、多分普通に9番チンだと思いますよ。普通に。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、3級の可能性ありますね。まあ、6番はね、私のチン切ってますから、もう2、7しか守れませんから。うん。まあ、3級だったら6番噛まないでしょうから。2、7噛まれますよ。うん、もう3級でいいでしょ。
アンド Q 行きましょう。9でも3でも。うん。終わりましょう。もう、まださすがに村田でよかったです。6は守りはしません。3球は6番残す。7番、2番を是が非でもかむ。もう目が見え、もうね、もう見えてます。3球はさすがに私の芯がね、凄すぎて、もうね。まあ6番だけは噛まないようにしてください。まあ27は持っておきます。うん。あなたらじゃあね、27の私は2分1のギャンブルです。守りますよ、グッジョブ。6番なんて噛まないでしょ、あなたらじゃが。まあ6番をね、ね、噛むだったらあなたじゃ負けますから。27は守りますよ、しっかり。6番のプレイヤーは発言してください。今日は1落とし、6が8守り、5は噛まれそうなところ。かな。もうそっちの方がいいと思っていて、1番の色見て1番が白だった時に3番黒を追おうかなって思ったくらいだった。だからまあ2番の拾っている4番が偽だよねっていうのはもちろんわかるんだけれど、その2番の思考でね。じゃあ1番、ちょっと待ってな。2番って1番、9番ってことか。じゃあ7番には引っかからなかったってことか。いや、9番が守れるっていうふうに主張してるんだから、1落としの1の色が落ちたらいいじゃんって思うんだよね。それが村目線、村の進行でそっちの方がいいと思ってるから。だって守れるって主張してるんだよ。もし守れなかった時に、9番落とし、合心進行でいい話だと思ってるから、早いなって思ってるけどね、2番に関しては。そのくらいかな。4進の時って私別に白だけど強靭悪くない？何の話を8番が言ってんのか全然わかんなかったんだけど。一応振ったけどさ。4進、6強、9、1ローローとかそういう話だったら全然悪くない？何の話してたんだろうなと思って聞いてたけど。そのくらいかな。7番に関しては別に白要素拾えてません。難しい。まあ、とりあえず1番の色が見たいので。1落とし、9は8守り。排除。投票を始めてください。はい、終わろ。ありえん。オラじゃないべ。まあ、はい、終わろ。3番止めでいいやろ。3番止めでようやく終わったら終わったで、うん。ゲームだ。ゲーム、サクサクといく。男の投票。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、よろしくお願いします。まあ、この盤面で5番、9番は1番の芯を決めて3番黒を見せることが仕事だから、まあ、5番、9番は1番に、これ人間目線同じなんだけど、1番が5番、9番占いを当てたら勝ち確なんですね。その後で1番を釣ればいいだけだから、9番が新進行を取るとき、5番が新進行を取るときは3番の黒を確定で見せるべきですよ。わかりますか？ 1 番、9番を追っている人間、6番は1番、9番、6番強人あるって言ってるけど、まあその世界線は1番が狼だったときの話だから、1番は白しか出ないです。わかります？ 9 番の目線は5番が狼、5番の目線は9番が確定で狼です。はい、1番が確定で真なのでね。で1番4番はもう心境しかないです。はい。わかります？じゃあ仮に1番9番でやっているときに、1番5番でやっているときに、1番が5番9番死んろうかなって発言が落とさないです。はい。わかります？あと6番から3番に初日に当てた精査は間違ってます。だから6番ってあっても強靭だから占いたくではない。2番を落として5番裏になったときに6番は強靭しかないから大津で3番が黒になります。熱いゲームだね。ルーちゃん、あ、こんにちは。わかります。熱いゲーム。ゲーム。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。まあ1番3視点、多分まあそれが村乗りっていう言い方をするんでしょうけど、正直僕、まあ一番偽は気づいてるんですけど、それって、僕打つれば PP になると思って一番さんやってますよね。多分一番さん分かってやってると思ってるんで、まあ別にこれ以上言うつもりはないんですけど、どう考えても一番釣りなんで、多分号泣に芯いるはずなのに、なんか、
真がいない投票の仕方をしてるんで、なんか負けたいのかなとか思ってるんですけど、そんな決め得てる要素が一番に拾えたのかっていうのもいささか疑問なんで、多分4番引っ張りの3番だと思ってるんで、自分は。安定進行を取った方がいいですよ。ユーイチローロー6強人。ありえん。ユーイチローロー6強人。だって9番が3いってるんだけど、嘘でしょ。これ9イチローローなのこれ。6強人。僕なんか守れねえよ、俺もう。僕なんか守んねえから、俺もう2番か7番。1番のプレイヤーが選ばれました。しょうがないよね、もうこれ。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、人間は負けたら 100% 許さないですね。特に6番とか7番とかね、 100% 許さないんで。1番はね、3番の目線に立った時に1番の白結果が 100% 見える状況下で、2番7番の対比をしない3番の目線って考えられないから、1番黒結果だったとして、6番が提示した1番9番1番5番があり得る世界線を3番が追う時の3番のスケール上がないから、いや普通にわかるでしょ。5番9番の対比がこの村でできんの？できなくない？どうやってしんの？5番の出方が5番が偽っぽいわって発言かだけで5番落とします。9番から1番に対して1番を投票したのが9番の目線に立った時に、5番が1番の評価書を行っている時に、4番が何者かも分かんない、4番5番のスケール上7番が黒いからって1番投票している9番が真っぽく見えます。5番9番の対比ってそもそも発言かじゃもう無理なんで、負けたら許さないっすよ、マジで。1番真決め打ちだから、あの盤面は普通に、この盤面はね、9番、3番、あ、8番守れるんだから3番の色味でいいんですよ。わかります？ 1 番、4番対比したときに、6番の白を知っている人物って言ってるけど、1番、6番に対して、そもそも6番の考察上で強人しかないって言ってる。だから2番落とし5番占いで1番の視点が詰まるだろ。1視点の考察上で理解できてないんですか、人間って。わかります？こんばんは。熱いゲームになりましたね。いやー。ギャグなんだけど、ほんとギャグだと思ってますよ、この村。はい、お疲れです。ダメですか。ゆるちゃんのやれる男になるか。夜が来ました。目を閉じてください。おどじょうめ、あ、私はこれいらなかったっすわ。これ感染ありでした。ひろちゃんはね、熱い熱き男ひろちゃんはな。まあ今日は勝たないといけない戦いですから、初日の投票はこんな感じですね。見えますかね。初日こんな感じ。4番に結構票が流れたって。で、これがさっきの投票ね。朝が来ました。で、2番だけは石を変えなかったっていう。昨夜死んだのは6番。7番のプレイヤーは発言してください。2番守りしかありえないです。はい、まあ、投票先は決まってるんで、もう2守りです。8番のプレイヤーは発言してください。2守りしかしています。申し訳ない。一応3行く、自分の思考上で、5番は自分、まあどこでもいいよ。5は自分、9は好きなところ守りや。はい。かな。まあ1進進行っていうのは2番さんの視点がクリアかなとは思うから。あ、そうしようか。じゃあ9番さんに今持ってあげて。7も噛まれたらまあまあって。多分2番して9しかいかないって言われそうな気がするけど、やばい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 。やばいやばいやばい。で、5は自分。どこだっけ、ここの部屋。戻るね、戻るね。
ここの部屋ってどこだっけ？やらかした。この部屋これ？違う部屋、はい、やらかした俺これ。9番。いやー戻れー。のプレイヤーは発言してください。しちゃった。8番さん大丈夫ですか？8番さんここだって2番固定護衛したら縄減るじゃないですか。護衛片方自由に決まってるじゃないですか。5番8番護衛で27の択で2分の1で勝ち確っすよ。やらかした。3番を人狼で決め打つんだったら。すいません。ちょっとここの部屋かな。6879かな。あまあ、昨日最初に3番に入れた理由は、まあ、3番の発言がひどすぎるからですね。1番が言ってた通り、1番が3番が2番7番の対比を全く書けないことと、9番が3番に突然飛ばしたから9番が怪しくなったと思いますかって3番言ってますが、僕は3番が怪しいなんて一言も言ってないんで、まあ捏造してるから人狼かなと思ったんで3番にぶち込みましたね。まあ、ただ対抗の5番が3番に入れてるんで、まあね、2回目は1番に入れましたけど。占いの精査に関しては、まあなんか2番からガタガタゴタゴタ言われましたけど、別についてないので。1番が強靭で、まあでも1番が僕3番の位置に黒を打てるとは思わないんで、3番があんまり白いとは思わなかったんで、別にいいですよ。はい。3番が人狼だと思いますね。まあでも、最初に5番。夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。あれ、デバッグボタンがあったんだ俺。やばいやばいやばいやば。やばいよやばいよ。そうなんだね。手長なしろ。何番だっけ。1位が七四郎さんと、こうか。八例が四と一四郎。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ3行くのと、で、まあ運良かったってだけかなと思ってます。申し訳ない。9はクロスで残りを守る。なんで8番噛まないの？はい。もうダメなんだもん。だから初日に6番噛むとかってこいつやってんだぜ。守れるかな。で、守りなしになったんだぞ。8番噛める盤面でさ。絶対8番紙が鉄則の盤面で6番が邪魔だから噛むとかわけわかんねえこと言って噛みなしなんだよ。だからこうなんだよ。14神教の時の鉄則って色を見せないのが鉄則なんだよ。9番。ダメなんだもん、発言も黒いしさ。まあ、そうですね。まあ、進行については、まあ少し理解しておいた方がいいかなって。まあ初日はそもそも、騎士詰めの方が強いと思いますよ。この村程度の、あの、敗勢差で2つ縄を使って勝てないんだったら、多分どの人狼ゲームやっても勝てないんで、この村は、偽っぽい騎士から落とす村だと思いますよ。で、村内噛み抜かれても、無理だって。もう僕6番の下村さ、6番が邪魔だからって、6番噛もうとしてんだけど、俺8番出してるのに、6番が8番出すから、俺が変えなきゃいけなくなって合わなくなるの。2番3番で。真面目に8番だろ、5番の芯がねえってる場面でさ。6番紙なんて選択しねえだろ、まずよ。放置すればいいだろ。まあ、それが1、4だろ、どっちかだろ、一番余って。まあ、2番が、2番人狼だった時にか、まあどうだろうな。でも2号のタッチっていうのは初日からあるんですね。無理だよ、もう。でも8番が3番に行きそうなんで。8番噛まねえんだもん、こいつよ。2号のタッチは一応初日ありますね。怒り覚えるで、初日、噛みなしになったのね。6番が邪魔だからって。
不自然に2番。8番白って言っても聞かねえし、色が見えるとダメなんだって一音心境だから。だからあれがライン切りで。一音のローも追わせた方が良かったのに、もうダメなんだもん。3番には初心全く触れてないんで、5番が3番に。てか2番村志向じゃないんで。で、髪ならかむんだぞ、もうよ。三択の方がいいに決まってんだろ、間違いなくよ。発言してください。いや、全然偉そうに言ってないから、俺。一応の審議できねえのになんで6番のスムラ君言ってんだ。アホか。マジで。ね、4番って圧倒的におかしい発言してんのよ、1番を。強靭で置いて。1番が強、1番さんがじゃあ強靭で、ね、6番強靭だと思いますって。2、3占いますって。3黒出しましたって。明らか4番偽じゃない？そんなのわかんねえんだろ ?9 番。5番、9番なんかどうでもいいんだよ。ぶっちゃけね。1の芯決め打てないのやべえ。ダメだもん、もうよ。5番、9番さん。おつみ弱いの？なんで、神市はこんなふざけてんだろうな、もう中止さ。まあなんか1番さんにも思うんですけど、2番さんにも。何覚えるな。ちょっと毒を吐いて。自爆すればいいだろうよ、こんな神すんだったらよ。っていうゲームではないと思うので。まあ普通に リラックスして、普通に自分が思うことやればいいと思うんですけどね。なんかそんな、そういうちょっと、こそい方法を使って、投票を、なんていうんですか、評価者するんじゃなくて、普通にまあ4番さんが言ったのって、多分6番さんの投票行動のことだと思ってるんで、まあ2番さん上げ足取りでしかないのかなと思ってますし。言葉悪いやつらばっかりなんだもん、暴言入れるさ、まあ。3番は別に普通だけど、2番とかさ。もし僕が2番さんと仮に戦うんだったら、2番さんってずっと3って睨んでるんで、だったら僕7番と戦いますよ。っていうのが、それでわかると思いますけどね、普通に。2番さん言ってください。投票を始めてください。強人も出なくてもいいのに出るしさ、強人が知らんけど、強人がもう誤爆してたらしょうがないし。4が強靭でも出なきゃ出ないでいいのに、強靭と置いたから偽ですっていうのもわけわかんないけど。強靭がもう6番に黒打たないんだったらもうダメだからもう。ただもうゲームしてもう疲れたわ俺。なんか発狂しかしてねえなもう今日。2番のプレイヤーは発言してください。いや9番ガチでやべえやつやん。やばすぎだよ、おにぎり。勝てねえよ、こんなやついたら。3番のプレイヤーは発言してください。もう、とんでもないですね、2番さんも。とんでもないことになってるね。どっちやねん、狼を。なんだろうな。まあ、僕、初週、めちゃくちゃ6番を睨んでたんですよね。わけわかんない、なんか僕に意見ばっか求める人だったんで、この人、どの面で言ってんのかなっていうのと、4番さんが7番に睨んでた、俯瞰視点っていうのは僕も確かに感じてたんで、そっから僕は多分1番、なんか1番さんから後ろ出てて、多分、すごい余裕を持って村人なんじゃないかなと思ったんで、まあ、そういう言及しなかったですけど、6番が変すぎて。頭いい。まあなんで、まあ1周目から別に僕4番2セット追ってたんで、まあそれが間違ってたんで、多分こういう結果になっちゃったんでしょうね。投票を始めてください。あ、俺がローだから俺ローで5なのか3号なのか言わなきゃいけないけど、この2人困ったもんだよな。もう疲れだわ。もうまあいいか、もう静かに終わりましょう。3番そうなるよな。のプレイヤーが選ばれました。だからよ、八神しなきゃ。ゲーム終了。村人の勝ちです。いやんだもん。いや、なんで4が。